ローザ・ブフタール・ローザ・ブフタールはドイツの政治家であり、女性の権利を擁護する運動家だった。女性初のドルトムント市議会議員に選出された。ダルベルク家の八姉妹。ローザは一番右結婚証明書ドイツ・マルスベルクで、ローザ・ダルベルクとして生まれた。八人姉妹の長女で、両親はユダヤ人の名士だった。1874年に彼女が生まれた時、両親は 牛と織物を売っていた。二人は、ニーダー・マルスベルク通りにある、新古典主義様式の家に住んでいた。マルスベルクの女学校を卒業した後、ドルトムントで、コーヒーとチョコレートを扱う、ユダヤ人商人、フェリックス・ブフタールと結婚した。この会社は、市内に、いくつかのコーヒーショップを開いていたが、ローザは当時としては珍しく、主婦ではなく共同経営者だった。 フェリックスとローザにはアリスとアルノルトの二人の子供がいた。ドルトムントは19世紀の最後の四半期に成長して1900年には14万2000人の人口を要する大都市となり多くの政治活動の中心地となった。まだ女性には参政権はなかったがドルトムントの女性は社会的にも政治的にも活発でグループを形成していた。1908年 ローザ・ブフタールらは自由主義女性協会を結成した。その2年後、彼女はその会長になった。このグループは兵役を支持する強い保守的価値観を持っていたが、死刑廃止を主張していた。公務員の独身性や道徳条項に反対し、動物福祉や認知症患者の権利を求める運動を展開した。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、 コーヒー事業は業績が悪くなり、ローザは政治の世界に入ることを決意した。1915年にはドルトムント商工会議所の女性職業紹介所の所長となり、1918年には社会補助官となった。戦後、1919年にドイツ国で初めて女性に選挙権が認められた。彼女はドイツ民主党に入党し、 ドルトムント代表となった。1919年10月27日に市議会議員となった。1925年まで女性の市議会議員は彼女だけだった。1925年に再選された。1933年にナチズムが政権を握った時、ドルトムントの人口のうちユダヤ人はわずか1%だった。彼女の息子アルノルトは法律を学び、 ドルトムントの判事をしていた。1933年、彼はナチスによってその職を失った。同年9月16日、アルノルトには、次女のベラが誕生した。1939年7月、アルノルト夫妻は、娘のレナートとベラを、キンダートランスポートで、ウィーンからイギリスへ送った。ベラは、後のステファニー・シャーリーであり、1962年に、ヨーロッパ発となる。 全社員が女性のソフトウェア会社を設立し、大英帝国勲章ゲームコマンダーとコンパニオンオブ、オナー勲章を受賞した。アルノルトは第二次世界大戦を生き抜き、ヘッセン検事総長となり、1957年にはダルムシュタットで判事を務めた。81歳の誕生日1939年8月、 彼女は当時まだナチスが占領していなかったオランダに逃亡した。8月29日にエメリヒアムラインの国境に到着した時、オランダの役人に拒絶された。彼女がオランダに入国できたのは1940年5月6日になってからだった。その数日後にナチスがオランダに侵攻し、オランダに住んでいたユダヤ人のほとんどが捕らえられて、 強制送還されるか殺害された。ローザも逮捕されたが、警備員に賄賂を渡して釈放され、戦争中は農場の地下室で生活し、夜だけ出てくるようになった。1947年1月2日、彼女はアムステルダムからオフフェンバッハにいる息子のアルノルトに手紙を書き、財産法上の問題で彼女の代理人になってほしいと依頼した。彼女は無国籍であった。 戦後、ローザブフタールは一度だけイギリスに渡った。彼女は1958年にアムステルダムのホスピスでガンにより死亡し、市内に埋葬された。ドルトムントのローザブフタール通り2010年、ドルトムントの中心部のシュバーネン通りがローザブフタール2に改名された。ありがとうございます。